どうも、りょうまでーす。今回はですね、りょうまいくらパート53をやっていこうと思いまーす。皆さん見てください。自分のこの、お手手に持ってるキラキラしてるの。わかりますか？こちらがですね、ネザースターなんですけど、前回って仲いいな。全然前世みたい。ってことでね、その時に、ゲットしたネザースターなんですけど、そっからね、まだビーコンをね、このワールドで作ったことがないので、今回はね、そちらをね、作っていこうと思います。もうね、バッチリね、材料も用意したので、見てください、ほら。これですね。じゃあ行きますか、初ビーコン。一斉のせいで、できた、見て、かっこいい。あ、意外とあれなんだね。お手手にね、持つとちっちゃいんだね。ということで、じゃあ早速ね、こちらをね、セットしていこうと思ったんですけど、ちょっとお空がね、なんか、めっちゃ湧いてない敵さん。でもゾンビ村人が、2匹もいる。え、ゾンビ村人ってあれだよね。結構、レアだよね。すごいね、それなのに。この裏に、あ、燃えてる。あかわいそうに。ということで、ちょっとじゃあ、いらないものをね、置いてってからね、早速、作っていこうかな。で、どこに作るか、めっちゃ悩んだんですけど、この、ワールドの、初期スポーン地点がね、ここなんですよ。この、かぼちゃが植えてあるところ。せっかくならね、初期スポーン地点の、近くがいいかなと思って。で、なんかさ、こう、お家出て、すぐにこの、ビームがあったらね、かっこいいかなと思って、それにしようかなと思ったんですけど、ここをじゃあ、掘ってって、ちょうど今自分が立ってるここ、ここからね、ビームがね、出る感じにしようかな。じゃあ早速、掘ってこうかなと思ったんだけどさ、これ直掘りで、大丈夫かな。これ仮に、マグマにぶち当たったとしても、今ね、装備があれなんですよ。結構ね、強いんですよ。防火とかね、防護もついてるし、まあ、大丈夫だろう。めんどくさいし、もう、直掘りでいっちまうか。これ本当だったらあれだよね。結構危ないことしてるよね、これね。これあれかな？洞窟とか繋がっちゃうかな？ちょっと一応置かないんだね。少しずつ、掘ってこうと思うんですけど、確かあれなんですよね。なんか、今のクリーパーさんなんか爆発範囲すごい狭かった気がする。まあね、今ね、ガチガチに固めてるんで別にね、そんな恐れるね、ことはないんだけど、やっぱりでも、びっくりするわ、急にクリーパー出てくると。で、確かね、ビーコンの範囲がね、あれなんですよ。上はどこまでも範囲が伸びるんで、なるべくね、下に作った方がね、お得なんで一番下まで行こうと思うんですけど、そういえばこれあれだ、アップデートで、Y の座標これいくつまで行くんだっけ？そう、マイナスまでね、行くようになったんですよね、アップデートで。今までどんなにね、下行っても、0が一番下だったんですけどね、アップデートで、これいくつまであんの？てかこれって何？なんだっけこのブロックって。アライディープストレートだって。なんかかっこいいね、お名前がね。あれ？これさ、こっち方面があれだよね。お家でいいんだよ。なってるよね。途中でクリーパーにあったからわかんなくなっちゃったよ。どっちが。どっち方面だか。え、こんな深いところでもあれなんだ。実は出るんだね。え、嘘これめちゃくちゃ運良くないですか？あれ、これ幸運ついてるよ。やったー。ちょっとダイヤがいくつになるか。これ確かマックス4だよね。よし、行くぞ。あ、2個ー、でもまだある。お久しぶりのダイヤ。今、1個字が出てない。あ、1個字が出てないじゃんよ。あの子のケチンボ。あ、1個幸運さんついてるのに。なんかすげーケチンボじゃん。4ブロック見つけて、5個しかなかったの。幸運あれじゃん。1回しか発動してないじゃん。悲しいなー。こんな出ないことあるのか。で、お久しぶりに、ビーコンを作るんで、
やり方をね、完全に忘れちゃってたんですよ。で、ちょっと前にね、調べたんですけど、今ってあれなんだね。読んだ、岩盤だ、これ一番下だ。来ましたね、一番下まで。嘘。やった。これめちゃくちゃ運良くない。あ、3個。あ、まだある、まだある。今の結構なかなか幸運が発動したね。いっぱい来て。お、3個。さっき相当運悪かったな。あ、2個。でも全部あれだ。お得な感じになってますね。これさ、目印でさ、わかりやすいように、ここに、あ、松明の方がわかりやすいか。松明、え、てかさ、これさ、めちゃくちゃ下来たのにさ、明るくない？え？何今日どうした？ブランチマイニングね。やってたってこんな見つかんないと思うのに。え、何ブロック？あ、1ブロックだけ。ちょっとケチエンボだけど。でもロッキーだよね。行くぞ！いっぱい！あ、2個！あった！やった！ビーコン作ろうとしてるだけなのに、ダイヤが18個も手に入っちゃった。これなかなか運いいんじゃない？やった。で、ここが、ど真ん中になるから、あ、待って、これも早速作り始めよう。あ、で、さっきのお話の続きなんですけど、今ってさ、これさ、全部で4ブロック分？一番下が 9×9、その上が 7×7、次が 5×5、一番上が 3×3？ え、前からこうでしたっけ？なんか自分が作った時って、2、3段ぐらいでマックスになったような覚えがあったんだけど、あれかな？気のせいかな？ 9×9 だから、これ2、3でしょ？ 4、5、6、7、8、9、ここまでが、あ、違う、待って、違うわ。2、ん？こっち4か。2、3、4。あ、ここまででよかったんだ。早速計算ミスしてるよ。9×9 でいいって言ったじゃない。2、3、4。ここまででいいんだよね。ちょっと一回ここ塞いどこう。そう、こっち4つ伸ばし、あ、これ3つしか伸びてないじゃないの。何やってんのよ、あなた。ポンコツだからすぐこういうミスするからな。そう、4つ伸ばして4つ伸ばせば、9になるもんね。これが、2、3、4、ここまでだね。で、こっから、ここも、2、3、4、いいんだよね。2、3、4でいいんだ。で、これで、ここを 9×9 な感じで掘っていけば、一番下の、一番鉄ブロックをね、使うところをね。てかさ、鉄ブロックをさ、9×9 ってさ、アイアンゴーレムトラップとかないとさ、結構あれだよね。作んの。なかなか厳しいよね。普通に、ブランチマイニングでね、作るって。これ鉄ブロックって、1個作るのに鉄確か9個でしょ？それをね、さらに 9×9 で作るから。めっちゃ使うよね。で、こっちも、2、3。いや、あ、これまた1個奥振っちゃったな。ここまででいいのか。ちょっと待って、これちょっと穴ポコが気になるから、ちゃんと埋めて、で、ここもまた同じ感じで、こうやって掘っていけばいい感じかな。あ、いいね、順調。なんかさ、お久しぶりにさ、何かを作るからさ、ちゃんとできるかなと思ったけど、意外と、自分にしてはなかなか順調にできてるんじゃないでしょうか。やった。なかなか調子いいぞ。ダイヤもね、18個も手に入って。これで多分、OK。え、これ 9×9 になってるよね。1、2、3、4、5、6、7！ 待って1個足りてないじゃん。全然順調じゃないよ。ほんとダメだな。こういうなんか細かい作業は。これ絶対自分あれだよ。出来上がった時にね、何かしらのね、ミスしてると思うよ。これ絶対。あれ？え？なんで削れないの？いきなり削れた。え、これ合ってるよね。
1,2,3,4,5,6,7,8 だからこっちまでか。もう一段奥だね。てかあれか、最初に掘ってたので合ってたんじゃん、じゃあ。え、なんかこれすごい反応が悪い。削ってんのに削ったことになってないよ、ほら。入れる、あ、入れないの？あ、入れた。あ、これで OK かな？これで一番下の段ができたはず。ちょっともうわかるように、あ、待って、これでも、もうちょっと掘っとくか。ここギリギリまで上げとこう。よし。で、これでね、どん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 二段目、三段目、四段目。で、その一番上にこのね、ビーコンを置く感じになるんで、これあれだね。そう考えると、結構あれだね。場所使うね。あ、てか自分これあれだ。帰りのこと全然考えてなかった。これどうやって戻んのよ、自分。まあね、僕毎回ね、マイクラって、なんか完璧にね、準備したつもりでもね、なんかしらね、忘れたりね、足りなかったりするんだよね。え、これマイクラやってる人だったらですよね、みんな分かってくれますよね、多分。このね、準備不足。これ結構時間かかるな。これ一回ちょっと上ぶち抜くまでは、一回カットするか。見てください。もう綺麗にですね。ちゃんと掘り終わりました。このね、ネザライトツルハシのね、効率、5のマックスでやったんですけど、なかなかね、お時間かかりましたね。すげえ綺麗になった。ということで、じゃあ早速ね、1段目をね、作っていきましょうか。で、ここを中心に 9×9 で、こういう感じで置いていくと、ビーコンがね、作れるらしいんですけど、わあ、これめちゃくちゃお久しぶりに作る。あれなんですよ。一応ね、作ったことはあるんですけどね、めちゃくちゃお久しぶりでね、まあ、作ったことあるって言っても、2回目、今回であれかな ?3 回目かな多分。え、これちょっと待って。これ足りるかな？さっきね、アイアンゴーレムからね、アイアンゴーレムトラップから、持ってこれるだけ持ってきたんですけど、え、これ足りる？待って。もしかしたら、鉄足りない問題が発生してるかもしれない。嘘、こんなもん。ワールドめちゃくちゃ鉄あったのに。お、見てすげえ綺麗。これ 9×9 だね。で、次が 7×7 で一回り小さく作るとできるはずなので、こういう感じで合ってるよね。え、これめちゃくちゃギリギリじゃない？足りる？わ、なんか際どい。すげえ際どい。これ足りなかったらやばいぞ。えらいこっちゃだぞ、これ。また鉄集めるところから、始めなきゃいけなくなっちゃうけど。え、いける？これで、2段目の 7×7 は、OK ですね。めちゃくちゃ綺麗じゃん。で、次が、5×5？ これ 5×5 だから足りないじゃない、これ。ほら、え、この段で、てかこの段も足りないか。こんな使うの？全然足りてない。合ってるよね、これ。合格。あ、ここあれか。一段あれだな。多く作っちゃったな。あ、ギリギリ、ギリギリ二段目までは作れるけど、あ、これでギリギリだ。で、ここになと、3×3 も作んなきゃいけないんですよ。え、ないよね、もう。わあ、鉄切れだ。これ一回、どっか行って鉄探してこよう。今ですね、この荒い、なんだっけ、ディープストレートをひたすらね、こう積み重ねてね、戻ってきました。こっからね、ビーコンのビームがね、ビーってここに出るはずなんで、でね、ここにね、行き帰りできるように、はしごをね、設置しようかなと思いまして。てか、まずあれだよ、一番の鉄問題だよ、鉄問題。あ、微妙にある。え、でも、これじゃ全然だ。よかった。え、今の数あればさ、絶対足りるよね。ちょっとこれが多すぎるから、一回いらないものは、全部置いていって、え、足りるよね？大丈夫だよね？
わ、結構これあれだな。あ、え、あ、ここにもあんじゃん、鉄。あ、これ全然余裕だ、余裕。あ、よかった。ここでね、なかったらね、えらいこっちゃだったよ。どうしようかなと思っちゃった。あ、これダイヤモンドも。危ないから。お宝エンダーチェストに入れとこう。見てて、かじくん、ダイヤモンド鉱石。27個も持ってんじゃん。これかなりのあれだよね、数だよね。やったー。ということで、じゃあ。え、これ何個作れる？これで。あ、これ全然余裕だね。確か最後、3×3 だから、9個あればいいだけか。あ、めちゃくちゃ余裕じゃん。一応、予備で、倍ぐらい作っとこうかな。あとあれだ、生き返り、するときのはしごを作りたいんだけど、あ、自分あれだな。木持ってないんじゃない？あんまり。あ、ないもんね。自分大体ここにね、原木入れとくんですけど、あ、これしかないから、一回木取ってこよう。え、待って、これさ、はしごってさ、作ってあんの？あ、7個しかない。これ作んなきゃダメだわ。今ですね、原木を結構、集めてきたんですけど、え、これで、いけるよね？どうだろう？あ、いけんじゃない？あ、なんか間違いで違うの作っちゃった。あ、鉄ブロックか、よかった。よかった、変なの作んなくて。ヒヤッとしたよ、今。これでいけるかな？ 64、80。80以上高さあった気がするよね。一応、予備で、もうちょっと作っとこ、あ、待って待って。え？何これ？え？あー、びっくりした。なんか画面が切り替わっちゃった。110個あれば大丈夫だよね。え、忘れ物もうないよね。鉄ブロック、余分に作った、はしごも OK。よし。これで OK なはず。あ、待って。これもう一回ここ穴開けなきゃいけないから、一回こっから降りて、またあそこから登ってこなきゃいけないのか。ちょっとひたすら、ここほど、ああ、なんかすごい。なんかすか、え、ゾンビいない？え、ゾンビいるよね。なんかめちゃくちゃ透けてたぞ、今。あ、目の前に出てくるぞ、多分これゾンビさん。うわあ、生きたー。あ、しかも入ってきた。やめてくれ。え、あ、そこで巻いてる？おりゃ！無理！あ、うわ、来れないだろ、どうだ。どうだ、どうだ。やった、よし、じゃあ。こっからね、また、さっきね、9×9 で作った一番下のところまで、行きますかね。それで帰りに、あれ？あ、いいんだよね。こっから普通に、また帰るときにはしご、つけていけば大丈夫だよね。なんかもうしょっちゅう、あ、え、ロピスラズリーだ、やった。嬉しい。今ね、このワールドね、結構ラピスラズリー、ラピスラズリーってほんと言いにくいよね。ラピスラズリー、ラピスラズリーだよね、これ。なんか何回見てるとわかんなくなってくる。ラピスラズリー、あ、いいんだよね。なんかあの、文字とかもさ、同じの何個も見たりするとなんだっけ、ゲジュタルト崩壊だっけ。今それを起こしてたわ、頭の中で。ラピスラズリー。あ、もうちょっとかな。確か一番下が、-59とかだったから、これ今日めちゃくちゃついてない？自分。え、今何個出てきた？あ、1個のまたケチンボなやつだ。え、いっぱいちょうだいよ。4個。あ、やった、4個。え、4個。え、1個。え、めちゃくちゃ多い。めちゃくちゃ多い。あ、1個。あ、3個。あ、1個。1個ってなんか、1個さんみたいになっちゃってるけど。どんだけだよ。なんか幸運あるのにさ、一個しか出ないのほんと悲しいよね。よし。なんかダイヤ見つけまくりじゃない？これなんだろう。座標がマイナスいってるとダイヤモンドが出やすいとか。ああ、びっくりした。そういうのあんのかな。で、ここにね、あれだね。はしご。今ね、作ったはしごをトン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 つけていきましょうか。こっからね。いつでも行き帰りができるように、トン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 。おぉ、トン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 、トン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 。え、こんなに早かったっけ？はしごって。めっちゃ6じゃん、これ。
なんか前もっと一個一個遅かったようなイメージだったけど。おーおー、いい。あ、しかも途中に金もあるし。あ、はしご切れ。よかったよかった。あ、これ足りそうだね。大丈夫だよね。その穴っぽく開いてるところは、どうしよう。丸石で、一回埋めとこっかね。で、ここもトントンとやって。はい。よし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 。ん？ああ、一段張れてないよ、ここ。あ、いい。あ、気持ち、すごく気持ちいい。これ、トン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 。あ、ここまでだ。丸石。はい。トントン。え、なにお前、びっくりした。おい、ねえ、やめて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 。そっか、ここ洞窟に繋がってるから、あれだね。ああ、びっくりした。やめてくれよ。やぶっ刺さってるし。ほんとおっかないね。マイクラってあれだよね。たまにめちゃくちゃびっくりするよね。待って、ギリギリ足りてないじゃんよ。あんなにいっぱい作ってきたのに。マジか、そんなにあれか、深かったのか。じゃ、ちょっとここは、一回掘って、丸石トントンして、これあとあれだよね。9段ぐらいあれば、多分足りるよね。お、いいよ。まだね、木も余ってるから、確か作れる。え、作れるよね。あった。これで、はしごを、まあ、ちょっと多めに15ぐらい作って、よし、オッケー。あ、これで、上から下の道はバッチリ繋がりますね。で、ここで、トンとトンといて、トントン、の、お、すげえ。めっちゃうまくできたな、今。で、今度はここが、あ、待って。え、ビーコンってさ、え、なに？なにこれ、なにこれぐらい？シュルシュルシュル、あ、お馬さんに乗っちゃったんだ。びっくりした。やめてくれよ。今、経験値もそこそこ持ってるから。おっかね。急にあれだね。両馬に乗っちゃったんだね。ビーコンってさ、確かさ、光変えられたよね。あれ？ピンクのが、あ、これ？これボタンってさ、ピンクのやつの染料って作れたっけ？あ、作れる！やった！自分ピンク好きだからピンクにしよう。やった！これで、あれ、ガラスだよね、確か。ピンクの、あった！ピンクのステンドグラス。これでね、確かね、ビーコンのね、光が、あれ、通常って確か白色だっけ？白色がね、これを置くと確かピンク色に、え、できたはず。え？間違ってないよね。自分の知識が合ってれば確か、こっから出てくる光を白色からピンク色にね、確か変えれたはず。自分青とピンク好きだからね、どっちかにね、したいなと思ってたんですけど、うわー、でもやっぱ見た目的にピンクの方がね、目立つかなと思って。ちなみに皆さんだったら何色好きで何色にしますか、このビーコンの光。いやー、でもこれあれだ、もうちょっとで完成できるぞ。このね、ビーコンの光がね、出るところを開通させて、で、まだ足りてない鉄ブロックを置けば、とうとうこのワールドにもあれが来るぞ、ビーコン。なんかあれだね、調べたんですけど、今、ビーコンのマックスパワーって、再生能力だったっけ？前そんなのね、なかった気がするんだよな。けどね、今回自分はね、ジャンプ力アップをね、やってみたいんですよね。お！皆さん来ますよ、とうとう。あ、間違えちゃった。で、最後に三掛けさんを置いて、で、ここのど真ん中に、このビーコンを置けば、もう光がね、ズバーっとね、ここをね、確か突き抜けるはずの、合ってるよね。1段、2段、3段、4段のこの5段目に、いきますよ、じゃあ皆さん。一斉のせいで、これビーコンって音するの？え、これ皆さん聞こえるかな？なんか、みたいな。え、すげー。なんかさ、これあれだよね。野菜スティックの大根みたい。で、これ今白色じゃないですか。え、なんだ？あ、実績が解除された。ザ、
あ、な、読めなかった。残しか読めなかった。で、あれかな、ビーコンを置くと、あれかな、解除される実績から。で、ここにね、これを置くとね、確かピンクになると思うんですよね。いきますよ。せーの。え？あ、これか、あれか。これ能力決めるやつか。スピード。これあれだよね。足が速くなるのかな？で、これがあの、掘るの速くなる。耐性ってなんだろう、防御力が上がるのかな？これあれだ、ジャンプ力アップだ。力、え？再生ってなくない？この虹パワーって何？これ鉄かなんか使わなきゃいけないんだっけ？これセットして、え？これで何？バツ？え？これ発動してないよね？え？これ選ぶのか？え、待って、どうしよう、ジャンプ、スピードにしようかな。あ、来た。え、これでオッケー。これなんか鉄払う。あ、払うんだ、やっぱり。そこ、こんなんだったっけ。あ、これ速くなってるよね。え、なんかここだとでもちょっと分かりにくいから、お外でやろう。そうだ、ガラス、これあれか。しゃがんでから。わあ、ほらほらほら。さっきまで、白だったのにすげえ色がピンクのいやらしい感じになってる。最高なんだけど、これ。やっと、これで、一回お外出て、ああ、真っ暗けっけだ。作ってる間にあれだね。夜になっちゃったよ。一回これあれか、ベッドで、おねんねタイムして、どれぐらいね、早くなってるか見てみようか。え、これってさ、お馬さん乗ってもさ、このビーコンのスピードアップって反映されんのかな？これ、お馬さんでされたらめちゃくちゃ速くない？え？あれ？え？あれ？これ光ってさ、突き抜けるんじゃなかったっけ？え？え、でもな、一応ビーコンの効果は、ついてる。なんで？あれ、この、光ってお外まで出てくるんじゃないでしたっけ？てか、これ危ねえな、今思ったけど。これ落ちたら終わりじゃん。ここもあれだね。ちょっと間違えて崩しちゃった時用に、一応何段か、これ置いとこう。え、なんでこれ怒り突き抜けてないの？ちょっと後で確認しよう。これ早く。え、これ早い？あ、でも体からあれだよね。なんかもうワンマン出てるから。多分速くなってるよね。え、これお馬さんに乗っても速くってなんの？え？あ、割り、あ、なんか今説明が出てたね。え、なってる？反映されてるよね、これ。早くない？これ。すげえすげえすげえ。見て見て見て、これ。お馬さん、ただですら早いのに、さらに早くなってる。これね、確かね、50マス先ぐらいまで、このビーコンのね、範囲がね、影響されるはずなんで、50マスってどれぐらい？これどれぐらい跳ねられるんだろう？ちょっと一回もう一回乗って。で、これあんまり離れすぎると、多分右の足の速くなってるマークがね、消えるはずなんですよ。多分そろそろ点滅。あ、そうそうそう。これ点滅すると、消え、だからこれ遅くなるはずだよね、多分ね。どうだろう。え、まだ早いよね。え？今遅くなった？え、わかんなかったんですけど。え、これもしかしてお馬さんって、影響ない感じ？これさ、でもあれだよね、戻って、またビーコンの範囲に、入れば、速くなれば、お馬さんも影響されるはず。どうだ？え、変わってなくない？あ、速くなってるね。お、すげえ。お馬さんもちゃんとこれ影響受けるわ。よかったよかった、それが分かって。ああ、なんかね、最近そう、これよく起こるんですよ。なんか読み込みがね。重いのか分かんないけどね、あれなんですよね。え、首紐はどこ行った？あ、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 これ首紐あれなんで結構な貴重だからな。あ、また読み込みが。よし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 。で、これで一回お馬さんは、
校に置いていって、え、待って待って、問題発生なんだけど、え、こっからピンクの怒り見たいんだけど、え、これさっきさ出てたよね、ピンク色のね、やらしい感じの怒りね。え、ここは？え、ここも出てない、なんで？え、なんか光が来てる形跡がないけど、どうしてどうして？これ確かさ、光ってさ、上あれだよね。上限なくさ、突き抜けるはずだよね。なんでなんでなんで？最後にその光を確認して、終わりにしたいんですけど、なんで出てないの？どうだ？え、でもね、ここではね、出てるんですよ。え、これどっから出てない？待って、それ確認したい、これ。え、気持ち悪くて終われないよ、このままじゃ。ちょっともう一段掘って。え、続いてるよね、ずっと。え、果てしなく続いてるよね。え、絶対突き抜けてるって、なんでなんで、わかんない。ビーコンって確か、どこまでも突き抜けるはずなのに、光見たいよ、やらしいピンクの。そのためにピンクにしたのに、なんで出てこないの？でもあれだよね。スピードアップのマークは出てるから、効果自体はね、ちゃんと出てるんだよな。部屋とあの明かりさえ見れれば完璧なのに、なんで？出てるか？出てないよ、なんでですか？え、わかんない。ちょっとこれ、今回ちょっとわかんないね。え、こっからビーって光が突き抜けてるの見たかったのに、悲しい。まあでもね、一応ビーコンのね、効果自体は受けてるからいいか。ってことでね、早速あのね、両マイクラにね、ビーコンの効果がね、つきました。やった嬉しい。これでね、ここら辺だったらね、ちょっと早く移動できるね。ということで、じゃあ、今回のね、パート53のね、ビーコン作りはここで終了しようと思います。ここまでね、ご注意いただいた方、ありがとうございました。